あんまりメイクしたくないんだけどね。みんなお仕事中ですか？こんばんは。こんばんは。こんにちはかな。いつもなんか夜にやりすぎて、ちょっと今もうスキンケアだけ、なんか化粧水乳液だけしてるんですけど、肌の調子いいですね。なんだかんだそんな悪くないです。なんかニキビとかそんななんかないんだよね。ニキビ跡はあっても、あとシミ、赤みとかはあっても全然平気、全然平気。みんなに教えよう、配信なのでよって。いやでもさ、これやるとさ、なんか名前をつないでとかなる。これにしよう。配信やっほ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 。さあメイクをしていきます。キャー、この後お出かけします。ご飯YouTube でちゅうちゃんの ASMR 見てたら配信始まっただって。めっちゃ前のやつじゃん。ありがとね。 ASMR できないようなやつ、え、どっちだろう、鍋のやつかな、それとも韓国チキン。2回撮ったんだよね、リベンジでね。見てあげてください。もう 1,2 年前の私か。仕事中なのに見てくれてありがとね。やっほー、あんにゃん、あんにゃんしみにくー。じゃあチオはメイクしていきます。今ね、みんなに一つ、日焼け止めは塗ってください日焼け止めは絶対的に塗ってください。私も普段塗ってなかったんですけど、27になってやっぱり肌の、今まではまあいっかを、まあ良くないっていう風に考えるようにしました。やっぱね、どんなに肌の調子が良くても年齢は止まりませんから、ちょっともう今のうちにできるうちにやっとこうと思って。皆さんだから日焼け止め塗ってください。男性も日焼け止め塗ってください。え、てか今思ったけど、私さ、日焼け止めとかなんかそういうの作りたい。で、私が作ったらみんな買うんかな、なんかわかんないけど、私じゃちょっと無理かもしれんけど、私がやりたいこととしてはなんか日焼け止めとか、あとスキンケアとか。スキンケアも男性絶対必要だから、なんかね、肌を褒められるっていうのってもうありがたいことに昔からなんです。二十歳の時から27までありがたい。だからそういうのなんかね、コメントでよく言われるんですよ。よくまあショールームでもさ、すっぴんでやること多いんですけど、あ、クションファンで TWICE のさ、なーちゃんが使ってるって言ってる、使ってるか知らんけど、なんかやってるやつを9点で買った。これまあ、ビアミネラルのなんか外皮から予防するっていうやつでもいいんだけど、割とね外に出るなと思って。これもね、あのすっぴんの時、なんか転がった、すっぴんの時、すっぴんで肌だけちょっと綺麗にしたいなっていう時はこれ使うんですけど、今日は割と外出るなっていう時はクッションファンデ使う。でもさ、どうなの、みんな興味ある、おじさんが多いのかな、意外と。私そんなことないと思ってたら半々ぐらいかなって、女性のファンの方というか女性の方も多い気がしてるんだけど、一般的に言うとまあ半分以上が男性の方だと思うんですけど、男性の方も美容どうです、おじさんもさ興
興味持ってほしい。はじめまして、こんばんみ。じゃあクッションファンでしてくね。スキンケアとかだったらさ、男性の方もさ、あ、ちょっと頑張ろうってなりそうじゃない？いや、いいよな日焼け止め。日焼け止めは年中だしね。あとスキンケアもね。昔から言ってるんだけど、そう、なんかね、美容のねものをね、なんかプロデュースみたいなしてみたいんだよね。ただ自信がなくてさ、言葉にするのも怖くて言ってなかったんだけど、言ってこうと思って。だから私はそういうことをしたい。かわいいよって優しいね。みんなが私の自己肯定感を上げてくれる。上げてこう、一緒に。みんなもかわいいよ。みんなもかわいい。かわいいって人のことを褒められてる、その心がかわいい。私に勇気をくれてるその心がかわいい。なんかさ、温暖化、寒暖差がひどくて、なんかちょっと風邪気味っぽいんだよね。風邪ではないんだけど、なんかってなる。ちょっと肌いい感じになっちゃう。あと乾燥がさ、やっぱさ、これからの季節とかやばくなってくるから、リップクリームとかもやりたいね。なんか男女が使えるようなものを作りたい。意外とさ、私さ、そんな、なんていうの、アイドルみたいな感じじゃないか。ちおりちゃんが何を使ってるのか教えてくださいってあんま言われないかなって思ったんだけど、ありがたいことに聞いてくれる子もいるんですよね。この瓶の目はファンの方がくれました。ヤザーティー、千代ちゃんが好きなキキララ。あれも好きですよ、カビゴンも。モンジャラン。好きです。あと、あれも好き、タキシードサム。可愛くない？あとさ、ポケモン？ポケモンのなんかさ、鳥ってか、アヒル？なんか、あ、これなんだっけ？クワッスなんか似てるって言われるんだけど、クワッス似てる？なんか似てるって言われたらなんか愛着湧くんだよね。クワッス可愛くない？なんか一番可愛いクワッス。なんやねんこいつ、可愛いな。あとメタモンさ、可愛くない？メタモン。でもまあ、おんちゃんのイメージあるから、メタモンは。メタ
たもんかわいいよね。みたもんちゃんに、みたもん結構かわいい。でも人気だからさ、かわいくね。みたもん、何このなんか汚れたシミみたいな感じの子、かわいい。みたもんかわいいよね。みんな知ってる？結構かわいいけどな。なんか愛着、愛嬌がある子がすっごい好き。ドンキかな、ドンキによく売ってんのかな。ドンキで調べてみようか。ドンキピン止め、いっぱい出てくると思うで。カビゴンかわいすぎ。キャービガンキャーはいいね。でもさ、あれもかわいい。なんだっけこれ、ちょっと待って、これなんだっけ、この人の名前。サンリオのこの人もかわいい。うん、出てこない。ケロケロケロピも好き。なんだろうね、何が好きなんだ。あ、ハンギョドンだ。かわいくない？結構好きよ。そっち、そっち系。うん、かわいいね。メタもやっぱりかわいい。かわいいけど、カビゴンもかわいい。皆さんは何のキャラクターが好きですか？シナモンね、かわいいね。ザ女の子って感じだよね。わかる。私も昔シナモンが大好きでした。今もかわいいと思うんだけど、そういうかわいい系よりもやっぱりね、ちょっとこうモブちゃんみたいな、ちゃんモブみたいな感じの方をね、応援したくなるんだよね。なんででしょうね。やばい、鼻水じゃない、なんかってなるね。でもこれお気に入りで使ってて、あとね、グデ玉もいただいたんだけど、どっかに行っちゃった。ピエンピエン。なんか肌綺麗になったでしょう。こちらですね、9点で買ったやつ。これ PR では全くございませんけれども、いいなって思ったものを皆さんにね、なんかさ、私思うんだよ、みんなに影響力のある人、いい意味で。なんか千織ちゃんが使ってたら私も使いたい、千織ちゃんが持ってたら僕も使ってみようみたいな感じで思ってくれるような人になりたいなと思って。だからいいものをなんか提供できる、なんかこういうのあるらしいよみたいなさ、なんか言える人になりたいな。一応美容好きだからさ、美容系でそういうこと言いたいんだけど、タンオジも興味持ってくれたら、オレピー、タンオジも興味持てるようなスキンケアとかさ、なんか、あ、じゃあ俺もやってみようみたいな、なんかそういうふうに思えるものを紹介できたらいいな。なんか共通して使えるようなもの、リップとかさ、なんかわかんないけど、マスカラとかさ、そういうのはさ、おじたんはさ使わない人があれだけど、化粧水、日焼け止め、ハンドクリームとかさ、だったらおじたんたんたんたたんたんたたんでも使うでしょ。めっちゃ前髪癖ついちゃうよね、これでさ、メイクしちゃったら。眉毛もうちょいなんかやろっか、なんかちょっと美
微妙やね。まつげサロンとかもね頑張っては行ってはいるんだけどね、やっぱもうモチベが上がんないとさ私もやんないんですよ。でもねやっぱり結構今美容も特化してますからね、みんなに美容に興味を持ってほしいなと思います。あ、いんちゃん？エントちゃん、応援して波動、千代の波動応援してくださいね皆さん。そして今なら会えるよみたいな、あの240名様、あれなんだっけね、抽選かな、抽選でさ、あの中西海蓮なんですけど、私直接会えるという神会がございますので、今まで波動でしかなかったのがそこでなんとできるみたいなことがありますので、ぜひみんな応募してほしい。なんか私も詳しくあれやけど、あの AKBブログで見てほしい。みんなに会いたいよ、みんなが千代に会いたいように、千代もみんなに会いたい。だから会いに来て、こんにちは。こんな時間にみんな見てくれんの？50人ぐらいしか見ないけど、ちゃんと見てくれてるね、みんなかわいい。今ね前髪がねないんでね、ここら辺もねやってます。なんていうの、シェーディング You know? シェーディング、ね、HKT もなんかいろいろ体制が変わっててさ、発表私も見たけど、なんかそれぞれが次の時代に移り変わろうとしてるんだなっていうのをなんか私ながら感じました。なんか今日さ暗くない？なんでこんな暗いん？雨？雨ですか今？今日はねちょっとねハイライトを買いたいなって思ってて、ちょっと予定の前にね、ご飯の前に。なんか千代ちゃんこれいいよみたいな、ある？これええよみたいなのあったら教えてん。全然買い物行けてなくて、コンサートとかもあったしさ、そう全然行けてなくて、だからちょっとねー
く前に買いに行ってこうかなと思って。1位にして商品旅行行ってもらうか。いや行きたいのよ。なんせそれで YouTube が撮れるわけですよ。私旅行の Vlog とか超撮りたくて。でもいいことしかないやん。そんなん。もうみんな嬉しい。みんな嬉しいやん。そんなん。千織も嬉しい。一緒に行くメンバーも嬉しい。動画を見るファンのみんなも嬉しい。でいいことしかないやんっていうので私はマジで行きたいんですが、なんか勝てそうな気がしてない。だからもうみんな、みんなの力にかかってる。お助けください皆さん。本当にポチポチするだけでいいの。ほんとポチポチってするだけでいいの。いけないよって、お金ないよってなっても無料。そしてポチるだけ。行かなくていい。ポチポチって。面白半分でポチってみよう。ジュリーって言うだけでもいいよ。それでも嬉しい。ポチってポチってポチって。なんかさ待って、私友達に話しかけてる。テレビ今私ないんですけど、引っ越してから捨てちゃって。なんかテレビはあった方がいいよなって思います。テレビはあった方がいい。本当になんか思うんだけど、なんか買いに行くタイミングがなんかねなくて、なんかいきなり動画回されて今日千代さんテレビ買い行きますよぐらいないと私買いに行かないと思うんだよね。困ったもんでしょう。これ大型の性質なのかな。何なんだろう。めんどくさいとかは別に生きられんわけじゃないしなっていうもあるし、なんか同じ考えの人おらん。あ、ポイントギフトの投げ方は20、140、140でね。だってなんかそれ分からんけど、なんかそうらしい。ヨロピックピックピックミン、うん、ピクミンってなんかあったよね。パパ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 。ファンは友達みたいなもの。うん、私はそっちの方がなんか親近感湧くし好きですけどね。だからそんなアイドルアイドルもしてないんだけど。
これマジですごいね。マジで超涙袋できる。待って、明日か。あのキャーン、みんな助けて、本当に応援してね、本当に本当に怖いのよ、前のトラウマが。それでも頑張って私は戦ったよ。みんなの力を見せてほしいな。ポンポン。マジショールームのさ、私ヤバすぎん。大丈夫そう、嫌われてないかな。普通にこんなことしようけど、嫌わないでね。なんかプクプクちゃんじゃない？なんか昔のさ、自分のなんか写真とか見てたんだけど、その時の方がまあプクプクすぎて、うわっと思ったんだけど。肌の次の日筋肉痛で大変そう。でもその次の日公演です。キャーン、チューちゃん大丈夫そう？いやマジで肌って筋肉痛になるんだよね。しかも未だにさ、階段から転げ落ちたなんか痛みがさ、そんななんか治ってなくて負傷中。あんま怪我とかしないんだけどな、私。どうしちゃったんだろう。サウナに行くか。いまだにマツパ聞いてますね。コンサート前にやったのまだ聞いてる。なんでこれ、なんか踏み外した踏み外した。しかもなんか雨の日だったんだよね、その日。なんか滑っちゃって、あとなんか靴とそのなんか階段の石の相性があんま良くなかったのか、ズルズルって。どこの階段なんて言えばいいの、階段。怖かった。この年で階段転げ落ちるのは本当怖いね。みんな気をつけてね、怪我だけ。もう青タンだらけですよ私。至る所に。でもまだね、骨を折ったことはなくて、それは自慢です。骨一回も折ったことない。え、今から昼飯？そんな、あ、ん？遅くない？ちょっと遅いね。
まあちょっと遅い。あ、私もなんか食べようかな。でも夜ご飯な、微妙だな。まだ髪の毛やってないし、ちょっとこっちだけむくんでみて。これでちょっと一緒。みんなお仕事中ですかね。まあお仕事中よな。今日平日やし、この時間やし、アクションですわ。ごめんなさい、アクション出ちゃった。やっぱちょっと寒いんだ、体がこの寒暖差にやられてる。こういう時にさ、音をさ消せばいいんだ。あーでもすぐできないな。今寒暖差にやられて体調崩してる人とか多いけん、みんな気をつけて。本当にあったかい、あの何、湯船に浸かるとか、ちゃんと体を温めてくださいね。まつげの方向がちょっとうまくいかないね。うわどうしよう、ちょっと嫌だな。なんか毛の癖ってあるよね、生えてる方向とかさ。まつげにもなんかあるみたい。おお、いい感じになってきましたね。ちょっとまつげの時は私集中しちゃうけど、ちょっと待ってて。あ、そんなメイクしなくていいんだけどね。集中した。こんにちは。
みんなおすすめの化粧品ないの？何も起きてない。みんなあんまりかな。化粧品とかあんまりかな。みんな。みんなに化粧品に興味持ってもらったら私めちゃくちゃ嬉しいんだけど、まあ、化粧品というか美容。そしたらさ、いろいろ発信してさ、みんなのためになるって思えるやん。なんか興味があったら、あ、こういうこと言ってるみたいな、やってみよう。ああ、コルジョのね、ファンデ。ああ。使ってる人は周りにいるけど、私はそんな使ったことないかも。使ってみようかな。ちょっと調べてみよう。へえ、いいんだ。使ったことない。リップの色とか超かわいい。これパプリカ、かわいいね。今からさ見に行こうとしてるからさ、参考にさせてもらいます。どこがあるかな。だいぶもう私はメイクが終わりました。リップ、塗っとくかな。やばい、もうお気に入りのリップがもうこんぐらいしかない。最大限に出してみて。やばい、なんか秋でも使えるこのリップがね、めちゃくちゃいいんだよね。秋ってちょっとダークな感じやろ。あー、ロマンドね、メンバーをめっちゃ使ってる。メイクさんからもこの間貸してもらって、いいよね、わかる。なんか明るめ、唇明るめの方がさいいのにさ、なんかわかんないけど髪の毛さ暗いじゃん今。
暗いんだけど、まあ後でセットするとして、なんかさ暗めには暗めの方がいいんかなって思って、最近これもずっと言ってるけど、ビアメラなんさこれ超使ってるんだけど、結構ダークめなんだよね。だからさあんまりこう公園とかそういうなんか仕事の時はあんま使えないんだけど、リップも欲しいんだよね。なんか内側だけ全体っていう、私こういう2色使い使うことが多くて、これセルボーグの09番とこのミラーリストマットリキッドリップカラープレイで、ちょっと私唇が分厚い方なので、なんかうまくリップ塗れてないなっていう時はこういうペンシルのやつを使うんだけど、これ使うと結構ね、縁取りマンみたいななっちゃうね。あんまりほんと気になったところだけをポッポッポッポーってやるだけなんだけど、これもミラーリスト、ここと一緒だよね、こことね同じような感じなんだけど、これがいいのがマチって落ちない。コンサートの時とか何回かこれ使ってるんだけど、マジって落ちない。6時間なんか持続するみたいな感じで書いてたんだよね。めちゃくちゃいい、これ大好き。もう一本買おうかなって思ってるぐらいいい。私の髪色と肌の色にも合うっていうのもあるけど、本当におすすめ。この秋冬めちゃくちゃおすすめ。本当にみんなマジでおすすめ。これミラーリストマットリキッドリップカラープレイプ、なんかまあ、ベースはみんな好きなやつにして、内側だけこの色使うだけちょっと大人めの良きお姉さんになりますよ。皆さん良き良きお姉になります。あとは髪の毛ですね。私はねだいぶ伸びたんじゃない、もうちょいですね、今ここまで伸びたんで、あともうちょい、あとここあ口元ぐらいまで伸びてくれたらだいぶね、いろんな髪型ができる気がするんだけど、もしもうちょっとアレンジ全然できないじゃんってなったらもう即切りますけど、なんか今前髪伸ばしたい気分が続いているので、これを持続させます。私はもう16時だね、みんな微妙な時間に配信してごめんね。前髪なしですね今はね、本当にマジでねビアミネラルね超いいんだよね。私めちゃくちゃこれ紹介してるよね。なんか肌に優しいビーガン、なんか環境にも優しいし、すっごいそれがめちゃくちゃいいなと思って使ってる。なんか手妹ちゃんそっくり、ああ前髪ないと、ああ嘘、本当に、
本当。まあそうだ、髪の方もやっぱ関係してくるかもね、似てる似てないってね。今日の髪どうしようね、雨降るかな。なんか寒くない今日。夜14度だって夜、やばない。ちょっとみんなとさ直接会える日までなんか美意識高めておくよ。はあ、なんかな、美容のなんかお仕事ができたらいいな。すっごい難しいと思うけど。意外とこの時間見る人見るんだね。とりあえず公言していこう。公言していく。スキンケア、リップグロス、なグロスっていうかバーム、リップバーム、日焼け止め、ハンドクリームとかの、モデルっていうよりかはプロデュースしたい。だからまあ私のキャラ的にもなんか千織がなんか美人の子がめちゃくちゃなんていうのザ・モデル・ザ・アイドルっていう子が紹介してるのももちろんいいけど、なんか千織が紹介してるからこそ、あ、私も可愛くなれるかもって、あ、なんか千織がいいって言うなら買ってみるかみたいな感じに思えるような人になりたい。親近感湧くからこそっていうのは私は思ってる。ずっと前から本当は思ってたんだけど、なかなか勇気がなくてなかなか言えなかったっていう方があるんですけどね。だからもし私がなんかやるよーってなったらね、いつの話になることやら。みんなが買ってくれれば次にもつながる。お、休憩とか打って見に来れました。やっほー。もう終わろうとしたけど、じゃあもうちょっとだけやる。メイクさんに行ってみる。あー、メイクさんにはね、よくやっぱりこういうのどうですかとか、メイク品とか聞いたりするんだけど、そういう相談もしてみたいね。最近ほんと綺麗だからな、だって嬉しい。でも本当にこれって私が芋野郎を知ってるからこそ、多分私が 何したかって言って、まあ痩せることもそうだけど、メイク変えたり、あと、まあ、自分の肌に合った髪色とか、あとまあそうだね、まあ、その美を追求してっていうか、まあ、美が大好きだったからこそ、綺麗になりたい、可愛くなりたいっていう気持ちだけで垢抜けたんで、だからそれだったらさ、ちょっとなんかなんていうのなんていうんだっけこれなんていうんだっけ、
あもうド忘れしちゃった。なんて言うんだっけ、なんか信用がある、なんだっけ日本語むず、信用があるじゃないですか。昔こうだったけどこういう風に綺麗になってるっていう過程がある。芋の自分に感謝って感じなんだけど、だから垢抜けた理由がもう美容だから、美容と痩せるダイエット。だからそれもさ、なんかさ実体験してる人だからこそ、あへえ女優が言うならみたいななってくれたら超絶嬉しいよな。そうちょこちょこね言ってはいたんだけど、なんかおふざけっていうかこうできたらいいなぐらいの、なんかこうプンプンみたいな感じでしか言ってなかったから、恥ずかしくて、ショールームでも恥ずかしくてちょっと あんま言えなかったんだけど、そう公言していくことって大事だなと思って。でなおさら最近綺麗になったねって言ってくれるからさ、それは全部美容を頑張ってるからだよって、誰だってこう芋から綺麗になれるんだよ言えたらいいな。信用っていうの、なんていうんだっけ、全然出てこない日本語。信用だっけ、信頼性じゃなくて、なんだっけっていうのがありますから、みんなにそういう千代ちゃんが言うならっていう感じになってくれたらいいな、なれる人になりたいな思います。そう別にまあそんな美容してるわけじゃないから、美容も自分の好きなことをやりながらバラエティとか、人を笑わせるのも大好きだからそれは変わんないんだけど、トゥン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 、信憑性だわそれ。うわ千織が言うなら信憑性ある、この人の言う言葉は信憑性があるって思われたい、そうそれ。すっきりした。すっきりすっきり。そうオンラインのねお話し会のね見たって見たよ、もちろんみんな待ってます。あの元気が欲しい人は特に来てください。元気が欲しくて可愛い子を見たい人18連おすすめ。ありがとう教えてくれてね。ちょっとずつ美容頑張りたいですっていうアピールをしようと思って、今日もストーリーにみんながね本当に肌綺麗ですねみたいな、本当になんかスピンみたいに言ってくれることが多いので、なんでだろうな、別に食事制限もしてないし、あスキンケア変えたと思ってそれをあの載せたのでぜひ見てください。あのおじたんもね興味ないなおじたんはーっていう人も見てください。ただ本当にそれちょっとあのいいものなので、なんか自分のご褒美に使ってるぐらいなんですけど、ただあの参考程度、本当参考程度、マジであの高いのでそんな買うっていうわけじゃなくて、あ千代ちゃんこういうの使ってるんだ、美容頑張ってるなぐらいで見てください。だからそういう情報をちょこちょこ載せていきます。普段あのハトムギ化粧水で全身やってるっていう感じなので、たまにのご褒美で使ってるっていうのをちょっと載せてます。大丸東京店行きました、中のサインあります、私の TikTok に載せてます、見てください。 TikTok にサイン書いてる姿も載せてます、見てください。
お、黒髪やっぱ人気ですね。黒目が綺麗。お、本当に今日はあのあれですよ、裸眼なので。でも私ちょっと焦げ茶なんだよね。焦げ茶なんか髪あついてなかった。ちょっと焦げ茶なんですけれども、髪の毛が黒いとねちょっと黒目が色素薄めっぽく見えて私は好きですけど。じゃあ綺麗になってるのは嬉しいのでってまあ綺麗に越したことないよね。あ、もうみんなぜひサイン写真撮ってきてください。アイシャドウはあの私ねドルガバのあのアイシャドウみたいに使ってたんですけど、崩れちゃって割れちゃって大ショック。あー大ショックで、オレンジ系のオレンジブラウン系の私アイシャドウが私の肌に合うので好きなんですけど、これあの妹がアメリカかな、アメリカになんかあの修学旅行みたいに行った時に私になんかお土産くれて、それがなんかちょっと汚いんだけど、なんかこういうねパレットがあって一番減ってる色あるでしょ、これこれ使ってます。ただこれアメリカなのでどこに売ってるかわかんないからちょっと参考にならないんですが、一応こういう見た目のやつです。でも今日ちょっとメイク用品買いに行こうと思ってるんだけど、アイシャドウこれデカすぎんじゃん、デカすぎるから、なんか何種類か使えそうな色のアイシャドウも今日変えたらいいなって思います。そう結構ねこれブラウン味のマット系、あんまラメラメしてないマット系が多いんだけど、私は結構あの公演とかコンサートとかで使えるようなちょっとラメみたいながある方が好きなので、ちょっとそういう系のアイシャドウを今日は買いに行こうかなと思ってます。うん、それを見つけに行こうかな。妹がね買ってきてくれたので、もし聞きたい人は妹に聞いてください。なんかさ爪寒いのか分かんない、足がめっちゃひんやりしてる。悲しいよね、アイシャドウを開いた時本当に悲しかった。チョコに見えるってどういうこと？色味？ああ確かにチョコ似てるかも。てな感じなので、あとは私髪の毛を綺麗にやんなきゃいけないんだけど、迷うね。眉毛は分けるんだけどね。まあ、巻くか。髪の毛切ろうか迷いますよね。ここまで来た。じゃあ、皆さん。もうなんか結構な時間配信してる気がするけど大丈夫そう。なんか寒い。なんか寒くない？寒い。私さ引っ越してまださ冬をさ迎えてないんですが、確実に冬この家やばい気がする。怖いもん冬が来るの。2月とか怖いね、怖いね、めちゃくちゃ怖い。鍵のさキーケースも欲しいんだよね。キーケース、お
シャンティーキーケースないかな。あとあんまこう手をさ持つとこもあんま触りたくないのよ。触らなくてもいいようなやつってないんかな。キーケース、カバー、カバーっていうのかな。カバーではないか、あれなんていうの。そう、鍵をあんま触りたくない。なんかわかる。あんまり私触りたくないんだよね。静電気来ないキーケース、それそう、冬だとさなんか静電気来そうじゃない。あるんかな静電気カバー。そんなのさ売ってんの。私本当に嫌い。みんなさどうやって過ごしてる。冬とかさすごく嫌じゃない。あ、静電気カバー、これ何。誰か知らない静電気をさカバーしてくれるやつあんのかな。ほんと無理、静電気大っ嫌い。ブンってなるよね、あれやるよ。なんかさ、もしこれ静電気カバー、いいキーカバーあるよってなったらさ、なんかコメントしてほしい。すごく嫌じゃない。静電気ほんと嫌いなのよ。ほんと嫌い。真冬が来る前に静電気カバーどれ。マジでこれ静電気カバーなん。鍵締め忘れ防止、忘れ防止じゃないんだよね。なんか静電気、なんか可愛い猫ちゃんのなんか静電気カバーあるけど、これ本当？可愛いけどね。お、いいんじゃないこれ。これいいんかな、どう思う。わかんない。黒皮キーカバー猫静電気防止って書いてるけど、これ本当？これ本当？
みんなにねえ友達よ私たち、びっくりする。黒川キーカバ猫、ちょっと調べてみてほしい。これさなんかさ静電気防止って書いてんだけどさどう思う？どう思われる？よろぶんよろぶんどう思われる？マブダチだよって小太りのって何？面白いね。小太りじゃないよ別に、普通の。え？小太り、これこれ何？なんかねカラフル9種類もある。これ何？楽天だ、楽天で見てる。本当はねオシャンティーの方がいいんだけど、あ、そう。キーケースの中に静電気吸収するキーホルダー。何それ？そんなのあんの？それ何？逆に。え、怖い。静電気がね来なければ何だっていいの。静電気来るの嫌じゃん。え、そうなのね、どう思う？どう思う？とか言って。静電気カバーってそんなない感じ？猫ちゃんのやつが一番なんか良さそうな気するけど、先に静電気除去キーホルダー握ってから、え、ちょっと怖くないそれ。そのキーホルダー触るときになんか静電気コンってか、そこのキーホルダーに静電気溜まってるってことやろ。え、怖くない？なんかそれ持ったら、え、なんか逆にその静電気持ち歩いてる感がすっごい怖いんだけど、どうなの？え、わかんない、ほんと嫌い静電気。ビクってなるやん。え、ないよねそんな、なんか静電気カバーなんでこんなないの。シリコンとかやったらもうあれなんかな、つかんのかな。お化けのやつかわいい。え、どうなの？怖いよ怖いよ。これどうなん？静電気こんのかな。絶対来るだろこれ。へえ。これ
れ本当に全部静電気来ないんかな。ね、何の相談これ。手持ちがあるから静電気来んとか絶対ないよな。こんなに考えたの初めてです。確かに。あ、本当だ、キーホルダーとかはあるね。でもこれ一回ねえどうしよう、困っちゃうな。すぐさ鍵したいやん。これ一回やっぱさキーホルダーとかつけないかんのかな。静電気守るキーホルダーばっかだね。でも猫のやつどうなのかな。静電気防止キーホルダー、あの部分にこれを当てるんだ。かわいいけどね。あ、キーホルダーの方がいいのかしらね。どうでしょうね。いや、キーホルダーの方がいいか。どう？そしたらさ、金具のところを触ってもさ、ね、これ可愛くない？静電気除去防止キーホルダーキーチェーンキャラクター可愛いグッズっていう名前のやつ、なんかブラウンとかラビットピンクピックブラックキャットとかいる。やっぱね、そうだよね、キーホルダーだよね。このキーホルダーにしようかな。あ、そう、598円のやつ。よくわかったね。これ可愛くない？見た目も可愛い。どうせね、買うなら可愛い方がいい。なんか効きそうな気するけど、どう？嫌なんだが。ちょっとなんか静電気のさ、やつでさ、分かったらさ、教えてください。あ、寝ないってごめん、いいよ。そっちの方が分かりやすい。なあちゃんから連絡。ちーちゃんだって、やめてもらっていい？ちーちゃんっていうの一回やめれる？
確かに見た目可愛い、可愛くない？肌みたいに放出できたらいいのにね。確かに。優しい。調べてくれるの？ハツハツ。じゃあ皆さんに相談できたところで配信やめちゃおうっと。腰が痛い。じゃあ皆さん、今日はこのぐらいでしか配信できないですけど、明日、待って、明日波動でしょ。波動終わった後配信できるかな。で21は配信が多分できないと思います。今日見つけられたら見つけてこようかな。いやでもどこに売ってるんやろ、あれ絶対ネットだよね。相談聞けてよかった。だってよかった、相談乗ってくれてありがとう。みんなカバータイプも調べてもいいね。なんていい人ばっかなの。推しに似るっていうのかな、やっぱり。ありがとうみんな。友達みたいな。確かに友達みたいにいろいろ聞いちゃった。あーハンドロフト、確かに あるかな。ちょっと探してみよう。あったら報告するね。あ、明日うちは持って見に行くね。だって嬉しい。じゃあ明日会えるんだ。マジで本当に球持ってて、あのボール渡すやつ。え、多分私もやるよね。玉持っててね。ね、やだ、なんか怖い。明日もうみんな本当に応援して、本当に私結構もうって感じで、多分なんか登場ですってなってるかもしれない。もうね本当に無理。みんなよろしくね。本当にみんなマジでよろしく。あのワオライブなんだっけ、もうみんなに、みんな本当拡散しといて。あれなんだっけ、ワオワオワウライブ、ワウライブ。ワウライブです。でかいのは、ちゅうちゃんに渡す。あ、違う違う、全部全部全部。全部全部全部。え、そうなの、静電気の時期来るでしょ。だから、来る前に、やる。Yes, wow live. You know, wow live. Download, okay? マジでそれで千代のこと応援しといて。もらいに行くわ。だからさ、明日見に行く人、あのあれよ。うちはめちゃくちゃやって。そこに行く、まず。そこに行く。千代のうちは持ってるところにまず行く。だから千代みたいなやつもまず。これで持っててお願い。ね、お願い、本当に本当にお願い。こんなにお願いしてどうする。1、ダンスください。結果発表、ダンス1、逃げる。扉があったら逃げる。すいませんねって。全部でいくつもらえるの、いくつもらえるの。いやもう本当にもらえるだけもらえる。だからもらえないだけもらえない人もいるわけ。本当に私本当に嫌なんだよね。本当に嫌いなのこういうの。本当に逃げるね。 A の応援席にいる人周辺、いや本当にそう、マジでそう。だからコミハルとゆずちんにとりあえず本当にお願いって。いやコミハル結構ね気合入ってる。でゆずちんも意外とやってくれる、意外とやる気満々のメンバーなんで、本当に。よろしくね、みんな。ここにいる人たち。せめてこの2000人だけ。本当にお願い。コミハルの気合、本当にえぐいよ。マジえぐいから。裏番。波動の裏番。もうすぐねチームラインね言う、みんな来たよって、あんたら来たよって、準備って、ワオライブ開いてるあんたらって言ってくるから。ちょっと寒、え、なんか寒くない、なんでこんな寒いの、やだ。寒い
黒。待って、私さ真冬いきなり真冬に来た。いや、それぐらいマジで今いきなり寒くなってきた。私だけなんか違うとこいる？サップ、いきなり寒い、めっちゃくちゃ、うわ大丈夫そうね。本当に寒いね。みんなあったかい格好して出て行ってね、出て行ってね。夜は本当に冷え込むよ。今日教えてあげる、みんなには。特別にみんなのこと大好きだから教えてあげる。22時以降14度です。気をつけて。本当にそっからどん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 下がって11度まで下がるから、みんな本当にあったかい格好をして外出るんやったら出ろってな。一桁のところにおんの。ヒートデックはもう3枚重ねしいね。帰るだけか。それでもなんかあったかい、あのお風呂、湯船浸かり。ほんと寒いよ今日、絶対寒い。私はヒートテックを着ていこうと思います。私の名前覚えてくれはりましたか？じゃあオンラインで言ってください。私ですって、あのこの私です、チーム4推しの私ですって言って、あーねって、あーねあーねって言って、あのな名札もここつけとって。本当に本当にお願い。結構ここ来てくれてる人はね、私結構わかる気がしてるよ。今度また行きます、お話し会待ってる。チーヨテックチーヨテックで温めてって、なんかやだなんかやだ、チーヨテックで温めてってやめて。寒っ。みんな本当に今日はあの見てくれてありがとう。とりあえずオンラインお話し会もそうだし、あ、10月29、30コスプレ私するんだよ。まだ決めてないけど、いやちょっと決まってんだけど、ちょっと決まってない、するんだよ。なんで、そうだね。楽しみにしててください。オンラインも。じゃあ。当たらないって、当たるって応募してるじゃんと。じゃあ皆様見てくれてありがとうございました。ちょっと寒すぎて無理。なんでこんな寒いん、私の家。ちょっと待ってな、呼んでくれ。13位、タンク JP。 12位、一条寺光る、あと千代。11位、ムーンウィンドウ。なんだこれは。あ、ムーンウィンドウさんですね。10位、ヨリパイ。9位、ベロニカ。8位、プルーン。7位、バク。6位、マイコル。5位、ボブ&平和主義、千代ファーストの会。4位、カミツ&千代の王子様。3位、チューヤボーン。合ってる。2位が、スティーブン・スピルバーグ。かっこ本物って何？面白いね。1位がこなしです。こまおよ、かきかき。静電気予防グッズ探すの、ラブありがとうね。本当にみんな、みんなこそあの静電気気をつけて、お互い気をつけて、こうこの時期みんな暖かくして外で出てね。ジュナケニちゃん会えたって、まだ会えてないのよ。なんかさ、ハドとか会えないかな。ちょっとエイちゃんに会えるタイミングあったら教えてください。写真撮りたいな。配信ありがとう。だってこちらこそ見てくれてありがとう。ということで皆さん、お、本当に確実に明日は絶対ワウライブで18時半
18時半かな、それ以降ずーっと見張っててね、ずーっと見張ってて、本当に本当にメンタル broken、 I'm heart broken、 you know、 本当に本当にちんちゃちんちゃ、マウミマウミ、あー、ケチョンケチョン、マウミケチョンケチョン、あらよ現地ほんとマジで、あの千代里ってわかる、うちはもうブンブン回しといて、ブン回しブン回し、本当にお願いしますということで、皆さん見てくれてありがとうございました。じゃあおぬかじくんのスニーダーだよ、明日は配信、稼働の後かな、ハードの後、あのもしかしたら泣いてる配信をするかもしれません。それはどっちの意味か分かりませんが、どっちかしらの意味で泣いてる配信になるかもしれません。なので皆さん本当に本当によろしくお願いします。ぜひ、あのちなみに言うなら、あの段数と玉の大きさとりあえずで、あー、そうだね、玉の大きさ、段数玉の大きさも一緒なんだけど、プラス次だったらスピードで、そのもう本当にもう全然いらんけど、まああったら嬉しいなが、シールド、です。本当に皆様、明日のその時間だけは空けておいてください。全力で応援してください。そしてチーム A 全体、私が出てない時もチーム A 全体の応援もよろしくお願いします。じゃあね、みんな、明日ね、明日お会いしましょう。バイバーイ、またねー。じゃあね、髪の毛セットしてきます。髪の毛セットしたらモバメに送るね。誰とランチしたと何食べたかも、あ、食べたは送れる、うん、誰とっていうのは写真撮れたら載せるね、モバメに。モバメもよろしく。バイビー。